ワールドバリスタチャンピオンシップで競技するバリスタ。バリスタは、バールのカウンターに立ち、客からの注文を受けて、エスプレッソをはじめとするコーヒーを入れる職業、およびその職業についている人物を言う。イタリアのバールには、喫茶店やカフェとしての特徴がある。バーのバーテンダーがもっぱら種類を扱うのに対し、バールで働くバリスタは、ノンアルコールの飲料。 とりわけコーヒーに関する知識と技術を持つ。欧州スペシャルティーコーヒー協会は、バリスタのために3段階のレベルからなる技能、認定試験を実施しており、筆記、口頭実演の各試験に合格する他実務経験も求められる。なお、エスプレッソだけでなく、パニーニやアルコール、さらにはサービス全般など、バールに関するべてに精通しているものという意味で、 バリスタではなく、バールマンと呼ばれたがる、バール店員もいる。各国では、バリスタとしての能力や技術を競う、全国選手権大会が開かれており、それらの優勝者らが参加する世界、選手権大会として、米国スペシャルティーコーヒー協会と欧州、スペシャルティーコーヒー協会が2000年より開催する、ワールドバリスタチャンピオンシップがある。2007年大会は、 東京で開催された。日本においては、日本スペシャルティーコーヒー協会と日本バリスタ協会の共催で、ジャパンバリスタチャンピオンシップが2002年より行われており、エスプレッソ部門と裁縫部門を設けている。ありがとうございます。